本日、国におきまして岐阜県が緊急事態措置区域の適用を受けるということが決定しました。期間は8月の27日から9月12日ということであります。先ほどの報告にもありましたように、人口10万人あたりの新規感染者数は 124.89 人ということになっています。したがって、大変高い数字になってきておりますので、誰もがどこで、感染してもおかしくないと、そういう状況になってきているという認識を改めて皆さんと共有したいというふうに思います。特に、感染が起きている市内の具体的な例ですけれども、友人とマスクなしで会食をされたとか、バーベキューに行ったりカラオケをやりになったり、職場の同僚と、車の移動等でマスクなしでですね、移動されて空間を共有したりありますとか、タバコの休憩時はタバコを吸うときにはマスクをしていないわけですし、また帰省した親戚との会食、こういったものは特に県をまたぐということになりますので、いわば防げるような感染、このデルタ株に隙を与えるようなですね、瞬間があることによって、やはり感染がやっぱ広がっているということがはっきりしているということであります。従いまして、今回の第5波の緊急事態ということで、岐阜市としてもすでに、8月の17日から独自の宣言を出しておりますけれども、引き続き市民の皆さんには自主的ロックダウンをしっかりとやっていただくと、基本的な感染防止対策を徹底していただくということがもう最重要であるということであります。また今回、岐阜市独自の緊急事態ではすでに、市営施設の休館ですとか新規の利用停止、さらには市主催のイベント等についても中止または延期ということにしておりますけれども、新たに県が事業者の皆さんに20時までの勤務ということで、夜間の人流抑制ということを要請をされております。従いまして、これについては市内の企業の皆さんにもこの要請に応じていただくわけでありますけれども、本市としてもですね、岐阜市役所の新庁舎、大変目立つところにありますので、各部においても、20時までの勤務ということをぜひ徹底をしていただきたいと思います。そのために行政部から通知を出しますので、それぞれの各部において20時までの勤務ということを原則とするというとともにですね、それぞれの事務事業について縮小するもの、延期をするもの、中止をするもの、一つ一つのそれぞれの各部が担っている仕事についてチェックをしていただいて、コロナ禍においても必要な、どうしても市民の皆さんに行わなきゃいけないサービスと、そうではなくて縮小、中止、延期等々によって対応できるもの、これをしっかり見直していただく貴重な機会にもなろうかと思いますので、これは行政部から通知を出したものに対して各部より行政部に報告を集約していただくというふうにしたいと思いますので、対応をお願いしたいと思います。また市民の皆さんにはこういう状況でありますので、岐阜市役所としても業務について優先順位をつけさせていただくということについてぜひご理解をいただきですね、この大きく感染が拡大している第5波を何としても抑えるということ、特に自宅療養者が出ておりますので、まずはこの自宅療養者をゼロに戻すということは、これ大雪口での市民の皆さんのご協力なくしてできませんので、みんなで力を合わせてこの難局を乗り越えていくようご協力をよろしくお願いしたいと思います。以上です。